ダイソン買ってしまったんですよ。こういうのが回るかなと思って動画作ろうかな。いや、いいじゃないですか。 DC35 って片落ちなんですけどね。どうかな、3万ぐらいだったかな。なるほど。今のやつは45分ぐらいできるけど、俺15分ぐらいしかできないです。おあの家のやつは何分ぐらいできます？僕のはコード付きですから。あ、コード付きだ、はい、ダイソン、はい、だいぶ前買ったんですね。いや、もう10年以上前。一番最初出た時、最初のやつ買いました。最初のやつはコード付きだったんですか、ダイソンって。はい。吸引力が落ちないとか言うけど、ま、それコード付きでも吸引力いいんですか？バッチリ。あ、これもまあ、はい、まあ、あのスレがかかんないですね、これ。ちょうど、吸引力が弱いってことないですね。ゴミ捨ても簡単だしですね。これ溜まるでしょ、結構ね。そこ見えますもんね。コードレスじゃないダイソンって意味があるんですかね。普通の掃除機ですよね、結局ね。そうそれを言ったら身も蓋もないという。あ、じゃあダイソンのコードレスって最近出たんですかね。何年か前ですよね、うん、まあ、これで十分ですよ。私迷ったんですけどね、やっぱり高いの 5、6万、高い10万のもありますよね。これで全然十分。 DC35 ですね。吸引力の変わらないコードレスクリーナーって、でも吸引力変わるでしょうね、さすがにね。まあ気の持ちようやないですか。気の持ちようですかね。これはあの ペコッとつけれるとこがいいんですね、まだね、壁に。ああ、なんかそうらしいですね、うん、アダプターがあるんでしょ。そう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 、そう言ったら勝手に充電できるからですね。15分じゃ短いって書いてあったんですけど、15分も掃除することはめったにないですね。大体それはある程度、うん、ああいうマーケティングから割り出された数値らしいです、ね、あ、なるほどなるほど。じゃあ45分とかあんまり意味ないのかな。マックスとかにしたらこれマックスもマックスじゃないのもあんま変わんない。あ、違うか。ちょっと強くなりますね。僕もね、今度なんか自動車用の、あのキットをセットにしたやつが出そうですもんね。そうですね、自動車の中も選ぶ。僕前からね、これね、自動車に使おうかなと思ってたんですよ、うん、ただ自動車用が出たという件。でもやっぱそれなりの値段がするんですよ。まあ、でもこれで別に自動車できるじゃないですか、うん、ただ細いノズルとかああいうのがセットに、いわゆるセンターコンソールと、うん、あのシートの間とか細いところに入るような、そういうのがセットになってるんでしょう。自動車用っていうのがあるんですか、うんうん、自動車用のやつを買ったらちょっと動画作らせてください。あ、どうぞ、それはいいですよ。